はいはい、皆さん、キボーでございます。ということで、本日、今日はね、ほんま、もう、ポチッというか、めちゃくちゃ短いよ、俺から。サクッと見たって、いうことでね。気になったもん、こうできてん。ちょっと待って、先ビールあげるわ。ということで、ビールね、チャラッといこうか。ということで、今日は、いつもと違う服装ちゃうかいっていうような格好やろ。ということで、ちょっと待って。おいで、今日もお疲れ様、ビールでございます。うめ。たまにはさ、こういう服もええかなと思って。これ一応、私の部屋着。でね、今日なんやねん言ったら、いつものスーパーマンでそのお寿司やねんけれども、これね、お寿司。で、これでほんまにサクッと飲もうと思ったら、もう一個気になったんがあって、これ、UFO やねんけどな、白いねん。んで、ここ見たら、UFO、普通の UFO をソース味って書いてあるね、ここ。でも、白いんやって。ということで、こんな商品、新商品か？ということで、濃厚ソースということで、多分これ普通の UFO の味やと思うんやけど、真っ白らしいねん。ということで、ちょっと今日はこれ、食べて、これでサクッと晩酌していこう。ということでね、まずはこれ開けながら、白い UFO、あったかな、こんなん。よっしゃー。白い UFO。まあまあ、中身はそれ一緒やと思うんやけども、これ、スパイス、こんなスパイスあったっけ？後かけスパイスって。こんなんあった？で、まあでも中は普通の UFO やろな。普通のこのソースと、で、普通の麺でございます。ということで、ちょっとお湯入れよう。中でお湯入れようか。お湯をサクッと入れて、えらい。よっしゃー。ほいで、ここで、3分やな。それで、プチッとこうタイマーセットして、ちょっとこれで置いておこうか。ほいで、何汗かいてんねん。今日はね、お寿司やねんけれども、私、わさび大好きやん。ということで、わさび、新調したんで、これ、アホほどちょっとわさび、のしたろ。うわー、これ。これでどうや。見てみて、皆さん。どうですか、このわさび。ほれ。こんなわさびでいってしまおう。激辛もう私好きやけど、辛いのが好きなんですよ、どっちか言ったらね。で、ちょっと待って、これ醤油に溶く？まあ溶いても溶けへんか。そうで、ちょっと待って、ほんならちょっと上にこう開けてダバッとこういこうか。ダバッとこのぐらいいって、こんな格好で、こんな格好で蓋してみましょうか。ではでは、いただきましょう。やっかいしょー。ということで、いただきます。うん、もともとこのわさびっていまいち効き悪いもんな。そうでもないんかな。うまい、ビール。やっぱり今入れた売れた効かへんわ。ちょっとせやな、いくらとか上にのしてみようか。いくらとかはほんならちょっと上にのしてみよう。ちょっと待って、これこのね、わさびってほんま辛くないやん、これ。辛いか、皆さん。ちょっと だいぶいったろ。ちょっと待って、こんな格好でいって、ちょっと待ってや、これ。そうか、あー、ちょっと待って、落ちた。わー、わさびに醤油ついてるから、これでいっとこう、いっときます。いまいち辛くないでな。うん、どうやろう、私がアホなだけなんやろか。ちょっとその辺が分かれへん。これでビール。でも気になれへん、白い UFO。 白い UFO って今日さ、スーパーで売っとって、マンダーちゃんでな。で、白い UFO 何やこれって。新しい商品から、まあまあ、そんなスーパーにさ、何よ、コンビニさんとかで売ってる極激辛のさ、あんなみたいな、その最新のは出てきへんやんか。で、結構安くて予算あったから、あれって思って、こんなんあったんかなとか思って、ほんでこうできへんやな。まあまあ、そうやけど、それはええとしてやな。じゃあどういく、ちょっと待ってよ。ほいだら次は、おお、納豆が、ちょっと待って、さっきほんなら、さっきちょっとお湯捨ててくるわ。よーし、ならお湯捨ててきて、パカッと開けると、まあここは普通の UFO やわな、こんなんで。で、問題はこのソースや。ソース、白いソースな。これちょっと開けよう。こう開けるやろ。で、開けて、ちょっと待てよ、どんなソースやねん。いくで。わわ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 、クリームみたいなソースやん、これ。味がこれで UFO なんか、ほんまかいな。あれ、味、あ、違う、匂いは、匂いは UFO やぞ、これ。あれ、うん、なんかソース味や。あれ、おかしいな、これ。なんでや、なんでや。で、
ここに後かけスパイス、これね、こんなんもうちょっと入れてみようか。これここに後かけスパイスね、チャラーと、あ、これ七味やんか、七味か一味かだけど、こんな格好だから、ほんまに白いぞこれ。ほらソースの味、味っていうかに、あの色全然してないで。でもUFO やな。では早速いただこう。いただきます。うん、UFO かだ、どうなってんやろ。うん、 UFO やわ。何これ裏がとんねん。うん、 UFO 白い UFO か、なんかあってみたらあるよな。うん、うまいけどな、 UFO 私好きやから。うん、そうか。ただ、これ何の商品やったの。ただ色を白くしてみましたいうやつやったんかな。これでビール。ではではちょっと待って、激辛というか激わさびでいっとこう。ちょっと待ってよ、どないしょう。これちょっとほんならこの辺の貝柱いっとこうか。貝柱をちょっとこう外せる、分解して、ここにもうこんだけいこうか。こんだけダバッとこういってみようか。ダバッとね。でちょっとね、ここに醤油をつけるやろ。つけてかぶせる。でこれでいただきましょう。あ、ちょっとビター。うん、あ、今ぐらい入れたらええ感じ、ええ感じ。うん、あの、うん、あのぐらい入れてええ感じや。よいしょ、お豆、じゃじゃいこう。では、ほんなら、ちょっと待って、またここにわさびをたっぷりこうつけてやるな。で、で、わさびたっぷりつけたから、今度は、だからこの、何？このね、ネギトロか。ネギトロの上に、わさびを、わさびにこの醤油をつけた、これ、こういうのをちょんとこう乗せよう。これはちょっと刺激があるんじゃないの、これ。これ、いっときましょうか。うん、あれでもなんかさっきの方が来たけど、これなんや、ネギトロの脂っこさがあの打ち消してるような感じかな、あの生姜。うん、ウィルウィル。でもちょっと前からさ、組み合わせがバラバラの晩酌してるやんか。でももうお寿司と UFO やからね。でもこの UFO 白いの気になってん。これは今、あれなんかな、どこのスーパーで持ってるの？新商品なんかな？うん、ほんまに色白いけど普通の UFO、 なんか新鮮というか、そやな、言われてみたらこっちの方が食べやすい気はする。あの黒くないやんか。うん、ええ感じ、ええ感じ。ということで次はイカ一頭が、イカ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 でやな。ちょっとめんどくさいけど、イカをめくって、ここに生姜、生姜ちゃん何言うてんねん、わさびをダバッとこう乗せて、でここに、私ね、わさび好きなんですよ。あの激辛とかもええんやけど、わさびいっぱい乗ってるお寿司屋さんとかってあるんかな。あー、なんかイクラがくっついてるけど、これいっとこう。よっしゃ、とぼーわおー、よし、あー取れた、よしよし、いただきます。うん、あれ、またあんまりわさび効きへんのかな。あのね、前動画で言ったっけ、このわさびよりあの粉わさびあるやんか、粉で、あの水で溶くやつね、あれはよう効くねん。でもこれ効かへんわ。何？ハウスさんか。ハウスさんには申し訳ないけどな、このあのチューブのわさびあるやん、これ、これほんまいまいち聞かへんねんな。うん、だからちょっと物足りん。ではでは、サーモンいって、サーモンちゃばっとこう反対にしてやね、つけて、でこの上に、この上にわさび、この上にわさびのしたろ、この上にわさびのして、こんな格好でいったろ。うん、でもあんまり聞かへんわ。うん、いかんな。うん、
UFO な UFO と寿司のあのこうなんやったら UFO だけでもよかったな。 UFO だけでもこれ何3つか4つ食うたら大食いになるんかな。 UFO やったら食えると思うんやけどな。どうやろ、あのよペヤングでやってるやんか。え、ペヤングやったっけ、あのなんやったらペタマックスやったっけな、あなんで。だからあれはどうなんやろね。ちゅうことでね、なあ、わさびのプーンっていうのが気になった、あのなんでよ食べたかったんやけどな、けえへんな今日も。ようでうなぎの上に乗せて、よっしゃこれでいっときましょう。うん、うまい。で生姜焼き、生姜焼きじゃん、生姜やね、うん、今日はほんまサクッとした場所やろ、うん、あの長い動画を期待しはった方には申し訳ない。たまには何あの動画あんまり、うん、どうしようかなと思ってたけど、これで晩酌しようかなと思ったらこれがあったから、あ、うん、ちょっとほんな動画撮ってみようかなと思って、それだけ、ごめんね。まあまあ短い動画なんでご辛抱あれ。ちょっと待って、いっときましょうか。次エビいっときましょうか。エビね、エビエビエビちゃん、エビちゃん、エビちゃんにもわさびをのせて、でこんな格好やね。いただきましょう。うん、うまいな、うん、ピリピリ。ね、何やかんやって晩酌やってるけども、まあ結構僕長く晩酌する方やんか。まあ最近はその動画自体はまあ短くちょっと抑えてるか知らんけど、それでも何30分40分、まあちょっと長くて1時間ぐらいやってるけど、普通は皆さん1時間もやってる？どうやろ、今日ぐらいの時間かもわからへんね。うん、だからひょっとしたら親しんでもらえるかな思って。うん、完食。うん、白い UFO か。まあ何のこっちゃないというか、うん、やっぱりないう感じやけど、何を思ってこの白い UFO 作りはったんかな、わからんわ。そうで、もうちょっと残ったわさびだらっと、このいっぱいのわさびをもうこっちにのしたろ、いっぱいのわさびをこっちにのして、のせてのせて、よし。でサーモンの方にもいっぱいのわさびのしてみよう。ちょっとやっぱりこのわさび効き悪いな。わさびがドカッと効いた寿司屋さんとかで最近ないんかね。ちょっとそういうとこ探してみたろうかな今度。激辛ならぬ、え、激わさびも激辛になるんかな、激辛刺激物か。で、マグロマグロ、うん、やっぱり控えんな。うん、なんでやろ、私がアホなんかな。うん、ないよ、まあいいよ、待って、ないね。最後の3問ね、今日はほんまサクッという晩酌でした。サーモンです。うん、お寿司だけでもまあ今日はさ、ちょっとこうお寿司自体が小さかったから、いつもおっきいお寿司あったらよかったんやけど、それなかったんで、今日お寿司小さいなーと思っとったらこの白い UFO 発見したから、あ、これちょっと食い合わせはむちゃくちゃか知らんけど、白い UFO どんなんやろ思ってやってみました。これで見る、あー、うまかった。ということで、まあ、お寿司はうまいよ。ただね、わさびの、わさび入ってないし、わさびの効きがちょっといまいちやったないのもあるけど、白い UFO は、白い UFO でうまいんやね。うまいんやけれども、このいつものそのソースが黒い UFO と、なんでこんなんを作ったのかなっていうのがあったから、まあまあ珍しいもん見たさで買ってみました。言うで、ね、今日はほんま、サクッと短い動画やったけれども、お付き合いいただいてありがとうございました。ということで、また次回はざっくりとした晩酌、どんなんやね、ざっくりか。やってみたいと思いますんで、本日この辺で失礼しました。ごちそうさま、バイバーイ。